ただきます。本日ご講演ということで、拓殖大学の下條正夫先生にお越しをいただいております。もう毎年2月の22日といえばもう下條先生のお話を聞く日かなというふうに思っております。本日の演題は竹島尖閣をめぐる韓国中国との情報戦についてということで、先生からご講演をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。下條でございます。本日は1時間ということで、じめ1時間用のものを作ってきてしまいまして、どうやってこれから話そうかなと今ちょっと頭の中で考えております。で、今新藤先生の方から三位一体ですね、海上保安庁の方、内閣府、外務省の方が一緒になって、共同で対策ですね、尖閣、宅地の問題について対策して、実は韓国はですね、2005年の3月9日ぐらいですかね、これと同じものを発足させています。島根県が竹島の非条例を制定する1週間ほど前にですね、竹島をどう守っていくのか、それは大統領が直接命令をしましてですね、で集めたのは研究者ですね、40名ぐらい集めて、今20億円ぐらいの予算で運営しています。2005年にも始めているんですね。今から間に合うかどうかということをですね、まず考えておかなければいけないんですね。それから第二会議室で今松下政経塾の方のお集まりがあるらしいんですね。今月の初めですね、韓国でですね、安保法案とですね、竹島問題、特等問題というシンポジウムがありまして、民主党の参議院の議員の方がですね、そこで講演してるんですね。戦争法案でどうなるのか、日本は軍事力をですね、増強していますよという松下政経塾出身の参議院議員の方なんですが、講演をしている。誰ですか、はい、誰ですか。それはここではちょっと言いませんけど、ちょっとお調べになって、それがですね、今の日本の現状だということですね。はい、これはですね、考えていかなければいけない。それから今私大学で教員やってますけれども、国家の3要素というのは3原則ですね、3つ、領土領海 領空と、それから国民と国家主権というんですが、大学生はですね言えないんですね。そして今日本はですね、領土を奪われですね、国民を拉致されていてですね、国家主権を侵されていてですね、何もできない日本だということをですね、考えておかなければいけないのではないかですね。そこでですね、考えていったときに、実は竹島問題というものはですね、どのような問題なのか、多くの方はですね、漁業問題、そういうふうに捉える方が結構多くなっています。要するに島根県、鳥取県の漁民たちがですね、漁場を奪われてしまった。これ全く違います。そこで今日のお話はですね、一番、竹島問題の原点がどこにあったのか、そしてその時はですね、竹島問題は二国間の問題でしたが、それが国際問題になるのが、1994年の国連の海洋法条約の発効です。そしてそれに対応して島根県がですね、竹島の非条例を作りました。残念ながらその時自民党政権さんではあまりいい顔をしておりません、ね、中止せよというお話がありましたし、外務省の高官からもそんなことやっても何の意味があるのという発言もございました。そして、4番目ですね、そういった韓国側に対してですね、反転攻勢をかけたというのが、実は新藤先生たちをはじめ、先ほどお話にも、出ましたけど、平沢和恵さんもご一緒にですね、宇津領土に渡る予定だったんですね。これがですね、実は反転攻勢の大きな役割を果たしています。そして実は第5番目ですね、次のページですが、第3の矢というのがありまして、それが島根県が発行しました、この竹島問題を理解する、ごめんなさい、竹島問題100問100答というこの本でございます。これによってですね、韓国側が大きく変化をしてきました。と同時にですね、それだけに限らず、それに限らずですね、尖閣問題、あるいは北方領土問題、千島問題、千島列島問題、南からと問題等もですね、実はそれがつながってきているということですね。逆に言いますと、島根県が竹島の非条例を制定することによって近隣諸国ともですね、領土問題が浮上してきているということですね。
それに対してですね、一つ一つの問題だけで対応していていいのかどうか、やっぱり総合的なですね、戦略が必要なのではないかなという、そういう時期に今来ていると思うんですね。まあ、そういうことからですね、今日は一応その発症問題がどのようなものかということからお話をしておきたいと思います。先ほどもうちょっと新藤先生の方からご報告がありました、韓国のですね、水力局ですか、実測を、タクシマン実測を始めたというのが1954年の9月30日ということですけれども、実はこれ日本側がこれをさせたんですよ。国際司法裁判所を提訴するといったのが1954年の9月28日だった。つまりその2日後に韓国側が対応したということですね。韓国側は非常に対応が早いですね。そういう点では日本が遅すぎるというですね、ことを示しているのではないかなと思います。そういう意味でちょっと原点に戻りまして、竹島問題ですが、これがすみません、これはご存知のように二所板ラインですね、左の ここのところに竹島がありますけれども、これリライン、二所板ラインというのが引かれて、この中に竹島が入っていたと。これが1952年の1月18日のことでした。でここからですね、竹島問題が始まるんですけれども、なぜこういう問題が起こったかというとですね、その、1952年1月18日、その翌月からですね、日韓の国交正常化交渉が始まるんですね。その時やはり韓国側にとっては外交カードが必要であったわけなんです。その外交カードが必要だった、それはですね、日本にはですね、当時朝鮮半島からの密航者がですね、まず多分数十万人でしょうね。ここ日本で公安がですね、密入国者として捕まえた人たち約7万人いるんですね。ですから氷山の一角ですね。当時やはり日本にはですね、朝鮮半島からの密航者がたくさんおりました。特に済州島出身者が多いんですね。そういう意味では金正恩さんのお母さんの高陽美さん、これは密航者ではありませんけれども、済州島関係ですね。済州島関係の人たちは大体共産主義の方が多かったんですね。それが弾圧を受けて日本に密航してくるのが1948年の4月3日以降です。そういう意味ではですね、共産圏というのが共産系の人たちがやはり大阪あたりにたくさん住んでいるということですね。そういうことが一つ。それから日本が戦前ですね、統治していた時にですね、日本側の資産というのがかなり残っているんですね。大体朝鮮経済の8割ぐらいと言われていました。それをですね、国交正常化の際ですね、日本に持ち出されたら困る。それから在日韓国人をですね、朝鮮動乱の最中ですから送り返されたら困る。ですからなんとかですね、日本に在日韓国人を留めて財産請求権を放棄させるということがですね、一つの、問題となってきます。そして輸送板ラインを引いて拿捕抑留した日本の漁船員ですね、2791名だそうですけれども、その人たちをですね、3年間長い人はですね、拿捕抑留して解放を求める日本側から在日韓国人の法的地位と財産請求権の放棄を、勝ち取っていくことになります。そのことがですね、ありましたので、日本政府としては先ほど1954年の9月に国際司法裁判所への提訴をですね、働きかけるわけですが、韓国側が拒否しました。その時韓国の外務の代表だったピョンさんという方なんですが、その竹島というのはですね、日本が朝鮮半島を侵略した最初の犠牲の地だということですね。これはイ・ミョンバクさんも、それからパク・ネさんも全部同じことを言っています。つまり1954年のこの時点でですね、韓国側の歴史認識が出来上がったということです。ですからそれ以外のですね、慰安婦問題にしても日本海の故障問題にしても、さまざまな問題はですね、この竹島を封印するための外交カードですね。それを日本側ではですね、慰安婦問題が出てくるとそれに飛びつくですね、日本海の故障問題があるとそれに飛びつきますね。それではですね、戦術にも戦略にもなっていません。つまり韓国側はですね、竹島を日本から侵略しました。それを取られたくないのでさまざまな手を使ってきているんですね。そういうことをですね、考えておかなければいけない。それから拉致問題が起こってくるのは、日韓の国交正常化がですね、国交正常化してから韓国、北朝鮮の人はですね、日本を経て、韓国に入っていくカードですね。それ
そういうまあ、人材を得たいために、まあ、拉致をしていくということですね。ですから拉致問題というのもですね、そこにやはり関わりがありますね。ですから拉致問題別個にやっているわけではなくて、在日に化ける、日本人に化けて韓国に入ってさまざまな活動をしていくということですね。そういう意味では拉致問題と拉致問題というのは、これ密接な関わりがあると見た方がいいと思うんですね。それが変化が出てくるのが、先ほど2番目挙げましたけれども、国際問題になったのは1994年の時点でですね、国連の関与法条約というものが発効しました。そこで韓国側がですね、何をやったかというと、これが現在の韓国竹島、少し前のものですけれども、96年にですね、これ接岸施設です、ね、接岸施設です。これがヘリポートですね、ヘリポートですし、これが灯台ですね。で、これか海洋警察の宿舎になっています。ですからここに大体40名ぐらいですね、いて、で、あと韓国のですね、慶尚北道の職員が4人ぐらいと、東大の常勤者がですね、3、4人います。で、ここに漁民宿舎というのがあるんですが、ここにもご夫婦が住んでおります。まあ、無人島にですね、こんなことやるというのはよっぽど自信がないからですね。で、96年にこれを作り始めました。これが接岸施設というものです。で、これをやったのがキム・ヨンサンという大統領ですね。で、彼は何を言っているかというと、歴史の立て直しをするんだと。そこからですね、竹島問題のやっぱり何て言うんですかね、その第2ラウンドが始まっていったという。そして問題はですね、1965年の時点で日韓の国交正常化の際、日韓の漁業協定というのが結ばれていましたけれども、それは3回りまでが日本の領海的であってですね、それ以外のところには日本の、まあ、関係の手が及ばなかった。そこで韓国の船がですね、日本の沿海にですね、どんどんやってきて、まあ、不法漁業をやっていくわけですね。そういうことがあったので、まあ、あと国連のですね、海洋保護条約が発効すると、日本側としてはですね、竹島も含めて日本の排他的経済水域の中に入れようとしたんですが、その前に韓国のですね、こういう施設を作り始めてしまったんですね。で、韓国が問題を大きくする中で日本側が譲歩しました。これは韓国側のがやったものですが、黄緑のところがありますが、ところが日韓の共同管理水域ですね、暫定水域といいます。で、この中に先ほど の産業廃棄物等もですね、捨てられています。本来これ竹島問題がですね、解決していたら、中間線はここにこう引けてですね、引けてたわけなんです。それが竹島問題解決できなかった、棚上げしてしまったためにですね、こういうものができてしまったんですね。韓国側の方が早くから準備をしていて、日本側の対応が遅れてしまったということです。これは後でもお話しますけれども、今回の漁業取り決めも全く同じですね。つまり妥協してしまう、それから国際法に遵守することによってですね、ウィンウィンという関係になる。これウィンウィンなんてありえないんですね。ゼロ3です。俺のものかお前のものか、お前のものでなければ日本のものですね。まあ、そういうような交渉の仕方というのが日本側ができなかったんですね。これは外務省の方を責めてもしょうがないし、やっぱり皆さんお仕事を持っていて、それは専門ではないんですね。そういった専門でない方をですね、外交交渉の前面に出さすお前何やってるって後ろからですね、銃で脅すような形はですね、あまり望ましいことではないんですね。やはりやるべき時にはですね、国家的な戦略をちゃんと持ってですね、さまざまな部署から攻勢をかけていく必要があるのではない。まあ、そういう意味では韓国側の方が1枚も2枚も上手ですね。まあ、そういったことのためにですね、結局この黄緑のその暫定線ですね、ここは島根県鳥取県から見てですね、松葉ガニですね、とてもいいベニズワイガニの工業場です。カニがいるところというのは地下にですね、メタンガス配合が埋蔵されているところですから、多分あそこを掘れば何か出てくると思うんですね。まあ、そういう意味ではですね、この山舞台をぜひ守らなければいけなかったんですが、それが、まあ、
できなかったんですね。結局あの地域もですね、乱獲の海となってしまったわけですね。まあ、そういうことから見ていくとですね、やはりこの時点でやはり負けているわけですね。もうこの時点ですね。そして3番目、島根県の県議会がですね、この中で竹島の非条例を制定してですね、なんとか領土権を確立してもらって、その排他的経済水域の中間線をですね、引いてもらいたいと、共同管理水域をなくしてもらいたいという、そういう要望をですね、多分中央政府の方に出していたと思うんですが、それがですね、やっぱり引き届けられなかったんですね。ちょうど2005年の3月16日、島根県議会ではですね、意を決してこれを条例を制定させました。その時自民党の中央からは反対を受けました。しかしそれをはねのけたんですね。で、なぜそれが大きな意味を持つかというと、従来日韓関係の問題があるとですね、韓国側からさまざまな要望があって、それを日本政府がですね、受け入れてしまうんですね。ですから非常にその対応が甘くなってしまう、まあ、そういう状況があるということですね。ですから国家主権というものが侵されていてもですね、何も感じない人々がいるのではない。大事なことはですね、国家主権です。100年200年経ってもですね、国家主権は侵されたのか、挽回撤回ね、していかなければいけないわけですね。まあ、そういうことがありまして、島根県が竹島の非条例を制定いたしました。これは1965年日韓が国交正常化をして、ちょうど40周年で、日韓友情年でしたから、日本政府としては友情年を大事にしたんです。しかし竹島は1905年以後日本の領土でしたから、それをですね、妥協するわけもいかない。そこで制定をしました。ここでですね、大きな変化が出てきます。今まで韓国側はですね、日本側とですね、まあ、上層部の方とお話をして、日本側が、まあ、譲歩する形で日韓関係とですね、問題を言ってみたらうやむやにしてきたわけですけれども、それがですね、できなくなってしまったんです。そこでどういうことになったかというとですね、ここで外務省が活躍してくださるんですね。今までその外務省のホームページ、竹島問題のホームページは韓国側の主張と日本側の主張が併記されていました。で、韓国側の主張ですと512年から、日本は江戸時代から、どっちが古いの、こういうものがですね、ホームページに載っていました。しかしですよ、偉い、外務省が偉いというのは、そこでですね、パッサリそれをやめてですね、竹島は日本の固有の領土で韓国が不法占拠しているという、そういうふうに書き換えたんですよ。これ書いた外務省のですね、方すごい、ね、英断だったと思いますね。できるんですよね。それは島根県議会がそういうことをやったからできるんであって、そうでなかったら多分外務省の方も動けなかったはずですね。まあ、そういう点ではですね、外務省よくいろいろ言われますけれども、実はそうではないんですね。まあ、そういうことから見ていくとですね、あとそれに倣ったのがですね、2006年度の地理と公民の教科書ですね。その教科書をに竹島は日本の固有の領土で韓国側が不法占拠しているというふうに載るわけです。そのことがですね、非常に大きな影響を与えるんですね。どこに影響を与えたかというと、中国とロシアです。2005年のですね、3月がそういうことでしたので、4月中国で反日暴動が起こります。この理由はですね、何かというと、その日本の地理と公民の教科書がですね、竹島は日本の固有の領土で韓国が不法占拠しているという、その一点ですね、それを韓国側が売却教科書だと言ったので、中国もまたそれに倣ったんですね。そしてその2005年の6月、ロシアの公使がですね、北方領土問題に関連してですね、これは第二次世界大戦の結果だという、今までのですね、見解を曲げてくるわけですね。つまり島根県の竹島の非条例以降ですね、北方領土の問題と中国のですね、領土問題、歴史問題がですね、セットされたわけですね。まあ、そのことをですね、日本側は本来理解しておかなければいけなかったんですが、それがなかなかできませんでした。それ以降ですね、例えば2008年の9月には、イ・ミョンバクさんとメドベージェフ大統領が会ってですね、北方領土の共同開発を提案してるんですよね。まあ、そこからですね、韓国とロシアがつながり、中国がつながっていくということです。で、そういったことをですね、企画していくのは、先ほど申しましたように、パン・ギムンさんが外務大臣をやっていた時代のノ・ムヒョン政権時代ですね。そこで東北アジアの平和のための正しい歴史定立企画団というものが発足していきます。これは研究者の集まりです。そして研究者をですね、採用してくる場合に
本務校があるとですね、本務校からそこに来ても必ず元に戻れるようにですね、ちゃんとそういうあの措置が取られていました。まあ、そういう意味ではですね、非常にあの研究しやすい環境ができていたということですね。それが2006年の9月に東北アジア歴史財団となりまして、ここから本格的なあの、まあ、あの動きが出てきます。まあ、そういった中でですね、それと関連してあの海上保安庁の方、2006年の、5月ぐらいですかね、あの韓国側が竹島のですね、海底地名をつけるということで、海上保安庁の方がですね、自分は拿捕抑留されても構わない、沈められても構わないということで測量船をですね、準備しました。でもその時日本側が譲歩してしまったんですね。その後あの、まあ、あまり個人的な名前を挙げてよくないんですけれども、鳩山由紀夫さんが韓国に行ってですね、日本が大変悪いことをしましたというお話をですね、して帰ってくるわけですね。まあ、そういうことから見ていくとですね、非常にあの日本側の足並みというのがですね、こう揃っていなかった。特にあの、民主党の方にはちょっと大変申し訳ないんですけれども、あのその民主党政権になってからですね、朝鮮王室劇の引き渡しですね、これ先ほど松下政経塾でお話ししましたけれども、これの中心になったのは松下政経塾で、簡単話の中に朝鮮王室劇を入れるというのはですね、先ほどの東北アジア歴史財団という韓国の国策機関がですね、松下政経塾の軸頭を呼んでですね、そしてこういうことやったら韓国喜ぶよということで朝鮮王室劇をですね、引き渡すということにしたんですね。で、問題はですね、あの引き渡すいいんですよ。ですがどこに所蔵されていたかですね、これ宮内庁所有物です。要するに天皇家のですね、言ってみたら愚弄するんですね。そういう目的が背後にあったと見ても良いのではないか。そういう意味ではですね、軽く、あ、そうですね、軽くですね、こうあしらわれてしまう、まあ、そういう状況でありました。あと同じような話が小沢一郎さんもありますし、土井隆一さんもですね、土井隆一さんに関しては韓国の国会で韓国領ですというお話もしてまいりましたし、まあ、そういうことですね、はい、そういうことでですね、あの、まあ、まあそんな状態がこう続いていたものですから、まあ、あのこれでは日本が危ないということで、先ほど言った2011年8月、新藤議員、あれから稲田議員ですね、佐藤正純議員が訪韓をして、まあ、韓国にある竹島の博物館ですね、今これあの改修中で、行かれてもあの見ることはできなかったと思うんですけれども、あの そこにですね、行こうとなさいました。で、私もあの行こうとしたんですけれども、私がまず捕まりましてですね、翌日の新聞に一面にですね、顔写真までどこで撮ったのか出てきているわけですね。で、そういうことをですね、あの、まあ、されたのは、その前の年にメドベージェフさんがですね、初めて国後島に渡っているんですね。国後島に渡っていました。それからあの9月にはですね、あの尖閣問題も浮上していました。そして2011年の5月24日、韓国の議員がですね、また国後島に今度韓国が渡るんですね。関係がない、まあ、そういう状況ですね。そしてその年の8月に竹島で韓国の国会を開こうと、そういう動きになっていたんですね。民主党政権時代です。その時に、まあ、新藤先生がですね、行かれて、で宇都領土に渡ろうとされたんですね。まあ、この時ですね、あの多分新藤先生だけ行けば何か問題あまり大きくなかったかもしれない。 つまり船が欠航しますよということで終わったかもしれないんですが、あの私が行って、あとはあの外務省の方が全部お膳立てしてくれたんですね。これは見事でした。そして今あのもう時間がちょっとあまりもないので、あの簡単にお話しますけれども、その最後に行った第一陣が私で、第二陣が新藤先生で、第三陣が民間の方ですね、第四陣が産経新聞の加藤支局長ですね。彼が行きました。彼はですね、まあ、彼が行く前にこことここ見ておいてくださいという資料をお送りしておいて、それをですね、報道されました。で、今回加藤さんがですね、韓国側でその大統領に対する名誉毀損